進藤君。ぜひこういう議論をやるべきだと、それから玉木委員が冒頭言っていただきましたが、何よりもやはり緊急事態についてはかなりのところが皆さんで意見が出していただいて、この絞り込むべき論点が明らかになってますから、まあ、私は再三申し上げますが、こうしたことについて速やかな議論をしてですね、煮詰められるところはきちっと整理をしていこうと、結論が出るわけではないかもしれませんが、できる限りの議論はですね、詰めながら次に進んでいきたいと、まあ、このようなことぜひ次回以降にですね、これをお願いしたいということを改めて申し上げます。それから今の話はとても難しい話に聞こえますが、難しく考えるか、それともシンプルにいくかという問題だと思うんですね。でそもそもその自衛権、個別自衛権とそして集団自衛権にそのスペック付きとフルスペックがあるかという、そこに至ってしまいます。私たちが思っているフルスペックというのは、自衛権の中でそのどこまで、我々は個別自衛権を持つと、そして存立危機だと必要なものについては、まあ、限定的なこの集団的自衛の一部容認をするという、この平和安全法制の整理をいたしました。ですから私たちの今の考えは、この整理を崩さずに、まずはこの国防、国を誰が守ってどういう手段で、そしてそれは誰が統制するのかということを規定しようということにさせていただいたわけであります。で我が国の自衛権にそのどこまでの範囲を認めるべきか、これは極めて重要な議論で、しかしそれはもう平和安全法制をはじめとして、そちらの議論を並行してやっていかなければならないことだというふうに思っています。ので、まあ、今のところにおいては私たちはですね、この現行の妨げずというのは現行のままであるということでご理解をいただきたいと思いますし、まあ、そこのところでまた何かあればじっくり後でやりたいと思います。どうぞ。じゃあ一瞬だけ